こんにちは、かいこうじです。今日はですね、 DJI ミニ3 Pro を飛ばしていきたいと思います。今ですね、僕はスクールバスを改造したキャンピングカーで全国回ってるんですけど、スクールバスがちょっと今止まってて修理中なんで、茅ヶ崎に戻ってきました。久々にね、茅ヶ崎の海気持ちよく飛ばしていきたいと思います。電源オン。今日はね、すごい天気良くて海綺麗なんで、いい映像がお届けできるんじゃないかなと思います。ちょっとね、遠くまで飛ばしてみましょうか。ちなみに先日紹介した ND フィルター、今日もつけてます。プロポの画面見てもらえると分かると思うんですけど、動画モードマニュアルになっていて、シャッタースピード1/60、 F 値固定で 1.7、 ND64 をつけて、露出ぴったりになってますね、ほぼね。先日紹介したフィルターの動画では、64とか128、まあ使うことないだろうって言ってましたけど、カンカン照りの海のね、照り返しとかもあると、64使うパターンっていうのもまああるんだなっていうことが分かりました。じゃあ飛ばしていきましょう。動画モードはオートに戻します。離陸。おいしょ。エボシーワの方まで行きましょうかね。エボシーワはここ 4K60fps で行きます。 GO! スポーツモードで行きましょう。電波は順調ですね。よいしょ。ちょっと低めで行っていますが、このまま行きましょう。今スポーツモードで全速力で行ってるんで、バッテリー過電流というのが表示されています。お、早い早い。エボシーワーは2キロなんで、まあ簡単に吹きそうですね。今秒速14メーターで進んでます。キロメーターにした方がね、分かりやすいですけどね。時速にした方が馴染みがあるかなと思いますけど、結構いいスピードで行ってますね。今45キロぐらいで、あ、50キロぐらい出るかな、50キロぐらいで今進んでますね。そうこう行ってる間にエボシーは見えてきましたね。ちょっと送信機との接続が弱いんで、少し上げましょうかね。よいしょ。送信機のこの部分をドローンの方向へ向けてあげることが大事です。さあ、エボシーは到着です。エボシーワの影とかに入っちゃうと電波遮断されちゃうんで、まあ、そういうのだけ気をつけていきましょうかね。おお、鳥が飛んでる。さあ、エボシーワ到着しました。3分ぐらいでね、ついちゃいましたね。送信機との接続はレベル2で、まあ安定はしてますね。マックスが5なんで、まあちょっと弱めではあるけど、バッテリーはまだまだ余裕がありそうです。おっと、ちょっとアンテナが微妙かな。おお、大丈夫大丈夫。今 ND フィルター64つけてますけどね、結構眩しい感じですね。はいはい。マニュアルにすると、シャッタースピード1/60にすると、ちょっと暗めか、この辺だとフィルターもうちょっと明るいものでも良かったかなって感じはしますが、さあ、じゃ
このまま戻ってもいいんですけど、どうかな。はい、ちょっともう画像の乱れがあるかなという感じなので、ぼちぼち戻ってきましょうかね。よし、じゃあ戻りましょうか。今ちょうどエゴシーワの影に入れたんで、電波途切れましたね。電波が回り込めないような状況だと信号ロストします。わー、久しぶりのエボシーワ。さあさあ、もう戻ってこないとですよね。戻りましょう。バイバーイ、エボシーワ。すごいね、やっぱね、バッテリー余裕あるな。今日使っているのはインテリジェントバッテリープラスの方なんで、最大47分の飛行が可能になった大容量バッテリーになってます。まあノーマルのバッテリーでもね、30分ちょいちょい飛ばせるんで、結構余裕はあるかなと思うんですけど、インテリジェントバッテリープラスかなりグッドですね。映像の伝送、プロポとの通信に関しては、まあ安定してますね。海面ギリギリで飛ばしても電波安定して通信ができてましたね。さあ今56キロ7キロぐらいで戻ってきてます。行きが向かい風、まあ風って言っても風速1メーターないぐらいですけど、若干の向かい風だったんで50キロ出るか出ないかぐらいでしたが、帰りはほんの少しの追い風なんで、今 58.8 キロ9キロぐらい出てますね。結構早い。もうこうなると一瞬ですよ、帰ってくるの。いやーすごいな、マビックじゃないや、ミニ3プロ、ほんと運動性能もバッテリーの持ちもカメラ性能も良くなりましたね。まああとはこれで何を撮るかっていう感じですけど、今、まあ、バスでね、いろいろ全国回ってますけど、かなりね、いろいろ撮ってますよ。大きなね、カルデラ湖とか、滝とかね、たくさん撮ってますけど、森の中を飛ばすことも結構あるんでね、そういう時はミニ3プロみたいにちっちゃい機体だと結構いい感じで枝とか避けてくれて飛ばせますね。はい、到着しました。スポーツモードからノーマルモードに切り替えて、さあさあ、はい、おかえりなさーい。
77% のバッテリー残量から、まあ、10分ぐらい飛ばして 37% なんで 40% ぐらい使いましたね。ってなると、まあ、今の飛ばし方だとどうだろう、20分飛ばして 80% ぐらいは使っちゃうのかなっていう感じなのかな。まあスポーツモードで全速力でいけばそんぐらい、カタログ上のスペックでは47分ですけど、カタログスペックを出すには無風状態でスポーツモードでもなくてゆっくり進んだ場合っていう感じですからね。実際スポーツモードでビュンビュン飛ばしながら、まあ、向かい風行ったり追い風で、これぐらいの距離を進むと、まあ10分で 40% ぐらいバッテリー使いましたね。はい、映像とかいかがでしたでしょうか。まあ、今日はこの間使った ND フィルターも使いましたけど、 4K60fps でカラーノーマルで撮ってます。いやー楽しかったですね。ちょっと今日はただね飛ばすような感じの動画になりましたけど、いろいろとハウツー動画も上げてきますんで、チャンネル登録して次回以降も見てください。 SNS もたまに更新してますんで、 Twitter、Instagram ぜひフォローしてみてください。さよなら。